いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田で本日もよろしくお願いいたします。本日ご紹介するのはロッテより2003年に発売されたクーリッシュバニラ。こちらご紹介したいと思います。さあ、こちらはね、氷点下5ということで、ラクトアイス、そしていろいろなものが入ってる。水飴とかね、入っております。ラクトアイスです。卵と乳成分入ってます。1個あたり253カロリーと23です。はい。これをピュッと開けると、ヒュッと。で、こう。まあ、こういう感じですね。いただきます。このね。シュッと出るの食い これちょっと溶けすぎちゃったんですけど、まあこうねこうこっちだよ、ピントはこっちだよ、ピントはこっちだよに合わないね、ピントね。これでいいのか。ということでね、こちらはすっきりとした甘さと冷たく心地よい食感をスタイリッシュに楽しめる飲むアイスです。スピーディーに体全体に冷涼感が染み渡り、いつでもどこでもクイックリフレッシュ。従来品と比較しバニラ感が上がり、美味しさが進化しましたという商品これ飲むアイスもうね、これ持ち歩きながら飲めるっていうアイス、これ画期的だったんですね、2003年に発売された時にね。これね、もうだから例えば行楽シーズンとかね、これを入れながら氷代わりにしてたってこともあるし、まあ氷代わりにしたらあかんかそう、これね、もうデザートとかね、あ、アイス食べたいなっていう時に、もう、こうね、凍った中からこれが出てきたりとかね。で、歩きながら飲めるんだよね。まあ、ということで、文句なくこうですね。ぜひね、このクーリッシュ飲むアイス、ぜひ、たまに。食べて、飲んでなのかな、食べて、まあ、飲んで、飲むんだな。飲んでみてはいかがでしょうか。ぜひ、この動画がためになる、面白いなっていう方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあね。